キューバってね、実はホテルがほとんどないんだよね。はい、皆さんこんにちは。リナです。サカです。 LT ブログです。はい、ということで今キューバに着きました。キューバめちゃくちゃいい国だよ。めちゃめちゃ暑い本当に暑い。カリビアンの国だからめちゃめちゃ暑い。そういや、雰囲気とかはめっちゃいいし、人もめちゃくちゃいいし、車がめちゃめちゃ古い。めちゃめちゃ古いけど、本当にね、5、60年前にタイムスリップした感じ。70年前。まあ車もそうだし、街並みも、まあ、もちろんそうだし、めちゃくちゃいい。すごいよ。でね、まあいろいろね、言いたいことはあるんですよ。キューバって変なところがいっぱいあって、ちょっとこの動画でね、順を追っていろいろ説明していこうかなと思います。はい、ということで今暑いからとりあえず日陰に向かおう。行きましょう。ちなみにね、キューバはね、めちゃくちゃヨーロッパ風の街並みだね。まあね、歴史的な過去でスペインの植民地時代がすごい長かったから、もう本当にね、ヨーロッパの街並みっていう感じ。建物もそうだし、街の作りもなんかヨーロッパによくある広場があって、その周りにマーケットプレイスが広がってて、でその近くに教会が建ってるみたいな、まあ、そういうなんかヨーロッパ風の街の作り方がすごい影響を受けてるから、まあ、一見するとね、もうヨーロッパの街を歩いてるっていうような錯覚に陥る感じ。今ね、キューバのスーパーマーケットに入ってきたんだけど、キューバのスーパーマーケットね、並ばなきゃいけないんだよね。ちょっとわかんない、これがでかいスーパーマーケットらしくて、ほとんど物がないよ、ね、何も売ってない。あの、飲み物だったらお水そうみたいな。で、アメリカとさ、仲が悪いじゃん、キューバって。だからアメリカ資本の食べ物とか飲み物って売ってないから、まあ、まずコカ・コーラは買えないよね。そう、めっちゃ飲みたいで、今日朝ね、レナがスーパーマーケットになんか買い物に来たんだけど、そう、こっちに来てトイレットペーパー買いたかったけど、中にカバンを持ち込めない。そう、このカバンね、この大きさのカバンを持ち込もうとしたら、まあ、持ち込めないってことで、おばあちゃんにお金渡し て, で買ってきてもらった。トイレットペーパーが大きいって言ったら言ってくれて、でもその後でめちゃくちゃ、まあ、やってくれたから、お金ちょうだい、お金ちょうだい、お金ちょうだいって、でチップ払うっていうね。だからなんか、まあ、1、2ドルぐらいの、まあ、だからそういう感じだよ、キューバのスーパーマーケット。まあ、基本的にキューバの収入源はね、ツアリズムだから、観光業だから、まあ、しょうがないね。行きましょう。はい、ちょっと今ね、ホテルにやってきました。私たちのホテルじゃないよ。そう、ちょっとね、いい感じのホテルなんだけど、なんでやってきたかっていうと、まあ、ネットをね、使いに来ました。キューバってね、ネットのインフラが壊滅的な状況で、基本的にはネットがなくて、で、ちょっといい四つ星とかね、五つ星ホテルに来ると、そこでね、政府が提供している公共のネットっていうのがあって、それをね、1時間あたりでお金を払って使うっていう、こういう風にね、街中でカードが売ってるから、このカードを買って、で、こういう風にね、みんな見えるかな、後ろにいる人たち、みんなネットを使ってます。で、そのネットがね、これまた遅いんだよ。日本のなんだろうね、もう10年前とか15年ぐらい前、 3G よりも遅い。なんだろう、 Facebook とかインスタとか画面のフィードを更新しようとしたら、まず更新できない、そんぐらい遅い。見て、 Wi-Fi につなげようとして選ぶんだけど、そこからログインページに飛ばない。1時間、これがもう今30分以上続いてる。イライラするよ。やばくね、それぐらい遅い。何も次の国に行くホテルとか、それからその次の飛行機とかも何も予約できなくて、クーバに住んでる人はどうしてるんだろう。やばいよね。私たちの20年前。ネットに頼った生活はやめましょう。はい、ちょっと今ね、1時間ぐらいネット使って作業して、まあ、作業っつっても YouTube でもらったコメントに
返信するのと G メール数十件ぐらい確認するっていうね、まあ、日本のインターネットだったら5分から10分で終わるようなことがこっちではね1時間ぐらいかかっちゃいます。めちゃめちゃ非効率で、今ねちなみにレナはね最初にね傘に戻っちゃったね。傘ってみんなわかんのかな。傘知らないよね。ちょっと説明しとくと、キューバってね実はホテルがほとんどないんだよね。であったとしても、まあ、4つ星ホテルとか5つ星ホテルとかものすごい高級なホテルは、まあ、ちょっとあるんだけど、それ以外のなんか普通のビジネスホテルとかって基本的になくて、じゃあ外国人観光客どこに泊まってるかっていうと傘って言われるね、まあ、キューバの昔からある伝統的な、まあ、ホームステイ形式のお家、まあ、日本でいうとなんだろうな、まあ、みんながよく知ってるのでいうと Airbnb みたいな傘って言われる、怖いこと傘って言われるね宿泊施設があるんだけど、そこにね基本的には外国人観光客は泊まることになります。なのでね地元のキューバ人と交流できるって意味ではねすごいいい宿泊施設なんだよね。でレナはねちょっとトイレ行きたいってちょっと一旦ね傘に戻ってトイレに行ってます。でこの後ねちょっとキューバのね街中のフリーツアーにね参加するのでね、そこのフリーツアーの集合場所でまた合流するって感じで、今日のフリーツアーはキューバといったら、まあ、キューバ革命が有名だよね。チェ・ゲバラとか多分みんな知ってる、名前は多分知ってると思うんだけど、今日はちょっとそこにね参加しようと思います。で今ちょっとねそのフリーツアーが始まるところまで歩いてんだけど、ちょっと時間あるからキューバのねちょっと変なところというかもう一個紹介しようと思います。それがねキューバの通貨なんだよね。キューバで使われてる通貨って2つあって、種類が外国人観光客が、まあ、使う CUC っていう通貨と、あとはキューバ人の現地人が使う CUP っていう通貨、2種類が流通してるんだよね。でまあ外国人の観光客としてキューバに来たら基本的には CUC しか使うことがないから、まあ、CUP をねお目にかかることってほとんどないんだけど、でちょっと注意しなきゃいけないのが、よく騙されて、まあ、レストランとかでね外国人観光客が使う CUC でお金を払うと、お釣りをねわざと CUP でお釣りを返してくるっていう、まあ、ある意味詐欺みたいなことなんだけど、まあ、そういうことが発生するからそこだけはね一個注意してください。ということで今フリーツアーの集合場所に着きました。あとはレナがまだ着いてないから、レナを待ちたいと思います。はい、はい、ということでレナが合流しました。ちなみにねこの後ろに見えてる建物、これはねホテルです。さっき言った4つ星5つ星ホテル、めっちゃオシャレなホテル。1泊いくらだっけ。500ドルから。高い。1泊500ドルから、まあそういうレベルです。ホテルって言ったらもうそういうレベル、それ以外はみんな傘に泊まってる。傘に泊まるのも楽しいと思う。でちなみにこのホテルねドイツ資本が半分入ってるんだよね。らしい。そう、キューバってね、まあ、社会主義国だから基本的には政府が全部資本を持ってるはずなんだけど、外国資本も取り入れて、まあ、インフラを開発していくってところもあるらしくて、ただポイントはこのねホテルドイツ資本が入ってるんだけど 49% で 51% はキューバのガバメントが資本を持つっていう。だからあの本当にホテルは全てキューバが持ってるもの。あ、そうだね。で傘がそのプライベートの人が自分でビジネスをしてるみたいなこと。あ、でも傘でプライベートで宿を持ってるって言っても政府に申請が必要だから、まあ、結局政府の許可がないとビジネスはできない。まあ、そういう国だね。まあみんな知ってると思うけど。はい、ということであと10分ぐらいかなフリーツアー始まるから、ちょっとね革命に関してのフリーツアーだから、まあいろいろ勉強になると思うからね、また後でどんなことが勉強になったか教えてあげようと思います。キューバのレビュールーション、キューバの何革命、革命1900年から1950年までがアメリカに半分植民地にされ、弁護士さんとかお医者さんとかプロフェッショナルな仕事についてても月に25ドル。これがスーパーマーケットだよ。びっくりしない。